はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。おはじきね、無課金攻略3アカウントね使って攻略する無課金攻略、今回もやっていきたいと思います。じゃあまずね、現在の状況を説明しますと、現在はね、メアリーに勝った回数6回で、ジャバウォックはねまだ0回です。一応お助けばっかやってて、元気ドリンクはね、確か落ちたんだよな。うん、1個ドロップしてますね。うん、あれアラジンって忘れないようにゲットしないと埋もれちゃうなこれ。アラジンね、今回ミッションで大事ですよね。はい、じゃあ2番目の、これでゲットしたんで、元気のリンクはね、メインアカウントは4個ドロップしてます。お助けのね、ここは、パワーは全部解放です。はい、これはね、2番目のアカウントで、現在はね、元気のリンク3個、メアリーまだ1回の、ジャバウォック0回です。まあ本当にね、お助け中心に、初日2日は過ごしたいなと思ってます。元気のリンクもね、1個落ちて、2個落ちて、いい感じですね。このアカウントはね、5個ドロップですね。合わせて9個ドロップね。まだね、交換はしてないよっていう感じですね。はい。お助けパワーは全部解放してます。うん。はい。これがね、3番目のアカウントで、こちらはね、メアリーに勝った回数3回、ジャバウォックね、こちらが1回です。まだ交換はしてなくて、元気のリンクね、2個ですね、2個ドロップ、お助けパワーね、全部解放です。これも、うん、まあ一応これね、取っての初日の夕方ぐらいかな。うん、なので、元気ドリンクは、落ちたね。うん、なので、4、大経験値玉は、いいね。4個、5個、3個の、まあ初日は12個ドロップか。うん。まあ、まあまあですね、12個ドロップならいいですね。これで15日続いたら600個落ちんの違うか。うん、なんでまあまあまあ10日でね、10日間12個ドロップが続いてくれれば120個か。うん、なんでまあ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 いつものね感じでいい感じのスタートが切れましたね。まあとにかくね、初日2日はねもう焦らなくていいと思いますね。お助けねできる限りやって、お助けする人がいなかったらね、自分のを進めてサブアカでね倒していくって形がいいのかなと思っております。まあ、まあなるべくね、ジャバウォック出た時にまあ、絡むとねいいのかなって感じですかね。うん、はい、ということでね、メインアカウント戻ってきまして、まあちょっとこのね3アカウント使った無課金攻略の弱点は、とにかく Y ポイントはあんまりたまんないっていう弱点はありますね。ちょっとお助けばっかやってるんでね、うん、ちょっとそれはあるんだけど、まあ今回ねドリームマッチもあるし、どうなんだろうね、なんとかしたいなって。ガシャはね4日目かな、またあると思うのでやりたいと思います。まあ赤い秀和じゃなくて赤い周一さんがね、今回は、うん、最後ね封印があるんだけど、今回ね序盤のところでねぜひゲットした方がいいということで、まあミッションにもなってんだけどね、今回ね結構やっぱコラボだから結構いいよね。このグリフォンがおはじきのね、特攻になってます。なのでちょっと今回ね、まあ、犬やしゃん持ってるので、この2体のね、火力をちょっとお伝えしたいなと思いますし、3アカウントともね、グリフォン持ってればかなり、レベル40でねメアリーがゲットできるんですけど、それがねつながっていくのと、かつね赤井秀一さんのね封印を解くのはアラジンと、そうこのね、グリフォンがね、なってると、この辺のね、3つで封印がね解けるので、グリフォンをねぜひ友達になるってのと、火力をね、お見せしたいなと思います。かなりね終盤でもずっと役に立つと思うんで、うん、ぜひねこの犬夜叉 S
か、あとな、犬夜叉 S って書いてあるからな、ここはちょっとあんまり好きじゃないんだけど、これはここにあるんだっけ。犬夜叉 S はアリババいた、ここで1650ポイントかっていう感じで、まあ持ってないよって書いてある通り、まあ、ここは段階を経てね、ゲットしなきゃいけないのかなと思います。ただ一応私はね、バイモラエール持ってるので少しは巻き返せるかなと思ってますかね。はい、そんな感じで、じゃあちょっとグリフォンね、ゲットしていきましょうか。はい、じゃあ倒しに行きましょう。仲間にしに行きましょう。一応ね、グリフォンはまあこのマップ3つマップのどこにもねいるので、もう肉もないんだけどね、なかなか仲間になんないんだけど、まあちょっと低いところで倒しまくった方がいいかな。夏木がどんぐらい効くのかよくわかんないんだよね。妖怪三国志だったら3回夏木分効くって言ってたんだけど、妖怪落ちプニプニだと何回分の夏木意味があるのかなって思う。まあまあまあ、技レベル3まで必要があるんで、まあ、できたらね夏木で落としたいけどね、サバカとかはね。ただこいつがいるおかげで今回はいつもは5日目でレベル40達してるんだけど、今回だったら4日目ぐらいで達せるかもしれないかなっていう感じかな。で一応今回特攻も引けてないので、まあダブルアタックしたいんでね、あのメアリーダブルアタックしたいので、なのでまあサブアカも含めてね、40が5日目ぐらいに到達して、なるべくね電流力節約して迎えたいですね。さあじゃあラスト行きましょう。さあ落ちろ。というわけで夏木の効果やっぱあるんかな。ゲットできました。じゃこいつをね、ちょっと鍛えてね、一回お見せしたいなと思います。絶対いた方がねいいので、おお倒してくれた。出るなよ。出なかったか。またもう一体出た。なんかこの辺よくわかんないんだよな。はい、という感じで、じゃあちょっと鍛えて見てみましょうか。はい、技レベルとりあえず5まで上げましたと。でこれね、あれ表示されないのかな。一応ねメアリーとの弾きバトルでダメージアップ、まあ小だけどね、この小がねでかいんですよ。このアドバンストアームスでいいのかな、キースレッドに移植されている超音波で離れるもの全てを分子の単位にまで粉砕する無敵のようなキャラですね。はい、という感じで、まあ、早速ねグリフォン使っていきましょうか。技レベル5のブラックダイヤニャン、 Z ランクのねブラックダイヤニャンと比較してみましょうか。犬夜叉がねちょっとね技レベル4なんだよな。これをもうちょっと上げたら、まあまだ序盤なんでね、そこまで大きな火力はいらないと思うけど、犬夜叉がねこれもメアリーあれなんで、ちょっとね1回だけお見せしてみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。まあそろそろみんなねゲットしてきた頃だと思うんですけど、ああそうだそうだ、あとこのミッションね、技レベル3以上になるとね30とか、こういうミッション久しぶりだね。これねゲットできますんで、これで封印は赤い秀和じゃなくて赤い秀一さんの封印が1個ねクリアできましたね。100ポイントゲット
お邪魔玉減らすことができるんで、これも重要なんでね、やっぱりグリフォンね、ゲットした方がいいですね。はい、じゃあなんかこの音楽いくとこっちの方が好きだな。うん、なんかあやとり様を思い出したよね。はい、じゃあ行きましょう。ちょうどいるね。5でどんぐらい出るのか。技レベル5だからね、ちょうどミッションなし。あ、大丈夫だ。うん、まあ1000近く出るね。だから技レベルマックス、まあ1000出たけど、ミッション行ったらもっと浮くような気がするな。まあ SS よりは余裕で強いね。ああ、なのでかなりの戦力じゃない？犬夜叉もちょっといいやつに引っかかってほしかったな。まあ、こっちの方ももちろんね、特攻中なんで、強いけど、まあ、Z ランクのね、もうブラックダイヤニアじゃなくてもよかったな。邪神ガッチガチとかでも、もう Z ランクよりも全然強いんで、なので、ぜひね、ちょっとなかなか落ちづらかったんだけど、まあ、技レベルね、3までしても結構、技レベルね、3ぐらいでもこんぐらい？Z ランクで技レベルマックス、スキルマックスの、それぐらいの火力は出るんで、まあいいんじゃないですかね。なので、ぜひね、早くゲットして、これでね、レベル40ね、到達できるように頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回はこんな感じです。まあ、Z ランクよりね強かったですね、この。いやー、ほんと知らなくてね、申し訳ないな、このグリフォンね。はい、じゃあ今回はこんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、引き続き、おはじき、無課金攻略頑張っていきましょう。まだね、お助けの方頑張ろうと思ってます。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。